dares to enter the mayhem.一連の危機は去った。だが立ち込める不穏な空気は未だ晴れてはいない。事後対応に追われる彼自身の心情にもまた暗い影を落としていた。というわけだ。連王とはすでに話をつけてある。貴様はオペラハウスに急行し元老院の古巣を調査しろ。元老院が退いた今、隠密で調査とは妙な話だ。慎重なのか、あるいは。そこも含めてだ。なるほど、承知した。待て。覇気がないな。任務に支障はない。ポチョムキンよ、敵に勝てぬ戦士は二流、己に勝てぬ戦士は三流だ。しかし一流の戦士はそのどちらも経験している。大統領、己を律することも任務と心得ろ。霊王ならばきっとその答えに精通していよう。Let's rock!
その内なる忠義を見抜けぬ私ではない。勝敗を分けたのは時の運かもしれんな。 Yeah.
攻撃ほど押し量ることは困難だ。その天性をなくさることだ。急がせてもらうよ。 戦場などある種の恐怖だ。やったいからって直しね。
証はない。了解だ。次の報告を待つ。チャンピオン、ウィン、ウィン、ストレイク。その細身で私と渡り合うとは、飛行術とやらに喫強するばかりだ。勝利への執着は執念であった。アミ、チャンピオン VS チャンピオン、ゲットイントゥイット。大統領に気を使わせるとは、私はもはや戦士ですらないが、ちょうどいいじゃないか。今のお前はただの諜報員なのだから。貴様、いじけたところで何も変わりはしないぞ。お前が欲しいのは信頼か、賞賛か。見返りなど求めてはいない。ではそれは自己満足というのだ。お前の行動によって人が何を感じるか、どうでもいいということではないか。違う。何が違う？ならばどうした？ベッドマンやラムレザルに惨敗した自分を許せないのか？弱いままでは認められない、それが恐ろしいのか？そうか。結局私は自分の悩みすら理解していなかったというわけか。まずは二流にならんとな。 Heaven or Hell Duel Let's Rock。 うん、ほそとした自力が光るぞ。スライダーと光るぞ。It's not over yet.生き方は難しく考えることではない。それを忘れるな。そうだったな。私は人を思いやれるほど器用ではなかった。信頼を得るのは自己満足、それでいいのだ。チャンピオン VS カーゲットイントゥイット。オペラハウス、まさか目と鼻の先にこんな偽装施設があったとは。元老院たちの目的が少しでも分かればいいが。連王、まさか一人で？ポチョムキン殿、主犯の根城を調査するにはあまりにも無警戒ではないか。恥ずかしながら元老院の手の者を未だ特定しきれていません。今は信頼できる者のみで行動しています。
それだけではない。仮想敵国である我々と心の情報を共有することは帰国にとって大きなリスクだろう。まともな作戦とは思えんが。承知しています。なるほど。どうやらこれは単なる事後調査というわけではなさそうだな。オーパスは人々の知り得ない危険性を秘めています。そのことを立証し西王様に上申する。そのためにも第三者である帰国の科学的検知が必要なのです。つまり元老院の起こした事件はまだ終わっていない。はい。ならばこの上ない。え、何を。無礼は承知。これは私の一方的な自己満足だ。しかしお付き合い願いたい。Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. やはりこのようなやり方では連王の本気は引き出せぬか。一体どうしたというのです。国を、大統領を守るべき席を負った私が先日の事件では無様に敗北してな。自分の不甲斐なさに少々ナーバスになっていた。無様？そんなことはありません。あなたは。わかっている。どうやら難しく考えすぎていたようだ。私は国のため決して崩れぬ壁であろうと固執した。そうあることが信頼を得ることだと。しかし信頼は得るものではない、与えるものだ。私という存在がブレずにそこに居続けることでな。それを自己満足というのならそれでもいい。ポチョムキン殿。今日あなたに来ていただいて本当によかった。今世界に必要なのは希望です。未知なる恐怖に立ち向かうにはまず暗中に迷う己の不安を拭う必要があります。そしてそれは容易なことではありません。しかし長きにわたり国交を閉ざしてきた我々ならば、いえ我々だからこそ今この時に手を取り合うことで人の思いが成し得る力が希望となることを世界に伝えられると思うのです。それで私を呼んだというわけか。先日の事件に関する全てをお話しします。共にブレずにそこに居続ける存在になってくれませんか。無論だ。
Bye.